のぼう電動ネットワークの菅野直樹です。いつも応援してくださり祈ってくださり心からありがとうございます。今日はこののぼう電動、今動画で私の YouTube や Facebook 等を見ていただけるといろいろな動画が上がっております。どうしてそのような動画を上げるか、まず第一にそれは、広告、ぜひ一緒にロボ電動やりましょう、まあ、そういう意味ですね。二つ目は、ロボ電動を応援し支援してくださる方々に対する、活動報告にもなっているだろうと思います。そして三つ目はこのロボ電動を始めた頃、いくつかの人たちからの提案があったんですよね。ハイブリッドでやったらどうか、特にコロナ禍以降はハイブリッドでやるべきじゃないか、まあそういうね意見を言ってくださって、いやとてもね人に見せられるような活動ではないなと最初はそう思ってたんですけれど、まああんまり、進めてくださるもんですからそのように、始めました。まあそうするとね、結果として例えば同じ歌をあんまり繰り返して歌ったり、同じ話をあんまり繰り返して、することがなくなりました。まあ結果としてですね、私も同じことばっかり言ってるとね飽きてきたり、また一緒にやってくださる仲間がね、あまた同じような話してるなっていうのではなくなるので、そういう意味でねやっぱり良くなったな、まあ、そして長い時間立ち止まってくださる方もね、出てきておりますので、そういう方に向けてやっぱり、いろいろな話バリエーション、いろんな、手を変え品を変え話すということが飽きない、そして、その人にとってのイエス様の福音が深まっていくという、ことにつながっております。そしてロボ伝道をやっていて、まあ、その対象は誰なのか、もちろん第一に未信者でありますね。福音を知らない、聞いたことのないその方々に福音を届ける、まあ、これが第一のことになっています。二つ目は結構多いんですけれど、かつて教会へ行ってました、でももう教会離れました、もうコロナ以降ね教会に足遠のいてしまってます、そういう方々にとって、ああそうか懐かしい、まあそういう風にしてねまた教会へ行きたいというね、そういう思いを持ってくれる方がいらっしゃる、という、ことにもつながります。まあそれからですね、クリスチャンの方々にも実はこれが力になってる。いやー私は伝道してないな、この人たちを見ててね、いやー何かね自分もやんなきゃいけない、あるいは応援しよう、まあそういう風にね通りがかったクリスチャンの方々はね思ってくださる、そういう場合があるんですよね。もちろん伝道してる方々にとりましてはね、いやますますやろう、負けてはならないぞみたいなね、そういう方もいらっしゃるそうですけど、まあ多くの場合今、外でまた、自分が知らない人に向かっての伝道をあまりしなくなっている、教会に来た人とかで、ね、知り合い知人をね教会にお連れする、まあそういうことはねよくあると思うんですけれど、まあだからねクリスチャンでない、その人にとって、のロボ伝道っていうのは伝道にはなる、そしてかつて教会行ってた人にも伝道になる、でもクリスチャンにとって伝道のチャレンジや励ましに、なるという、ことですね。そして一緒にやってる仲間が福音を聞くことで、ね、元気になる、そしてそうだその通りだ、だんだん燃えてきてね伝道に熱が入ってくる、ただ配るだけだとねなかなか力が湧いてこない、そして最後私自身語って自分が励まされ、そしてますますその通りだ信仰が深まっていく、まあ、時にね自分が伝道しながら何かこう自分では信じきれていない、そういう不信仰に光が当てられることがあります。でもその語ることによって光が当てられ、もう一度信仰を強くする回復する神の力精霊を求める、まあ、そういうことにつながっています。そして本当に最後の最後神様に向かってやっています。イエス・キリストの大宣教命令、私はやってますよ、神様に向かってね、そのような気持ちで実はやってるんですね。まあそのようにねやっておるこの動画を
見てくださる、拝聴してます、ずっとね作業しながら、聞いててくださる、そういう方もいらっしゃるそうです。本当に嬉しく思います。ぜひ、また引き続きね、聞いていただいて、またグッドボタンやまた、コメントもしていただけると嬉しく思います。そのような意味で日々ロボ伝道に励んでおります。選挙旅行にも行きます。もし、来てほしい地域がありましたら、それはもう外国でも、あるいは、国内でも近隣でも、構いません、そのように声をかけてオファーしていただけたら、あそこに行きやすくなりますので、ぜひ、そのようなご要望、いただきましたら、そのことも私たちにとって励みになります。それでは引き続きよろしくお願いいたします。ロボ伝道ネットワークでした。皆さんの祝福をこの緑をバックに、この地からあなたにお祈りをしたいと思います。神の祝福ありますように。ありがとうございます。